試練の時。試練の時。こんにちは。今日はツイッター上で話題になっていた、今無課金税がね結構苦しい状況にある中で、ベアリティレアないし、まあ、SR カードというものを1枚も採用せずに、勝てると、それはもうゴールド対プラチナ対マスター対、まあ、問わずめちゃくちゃ勝率高いね次元まで持ってきたというデッキであると。でおそらく今までのその速攻デッキの頂点にね君臨すると思うよね。ただやっぱベアリティレア SR がないということで、まあ、もちろん改良の余地というものはまあそのね人に応じてあると思うんやけども、まあ一番無課金で作れる中で強いデッキ、まあおそらく誰でも作れると思うんで、まあ、まずはこのデッキを回して、まあストーリーモードとかね、それかマスターランクまで到達して、まあパックをね引いていきながら、まあ強いデッキを作っていくというまあプラン立てをしていけばいいかなと思うんで、まあ無課金者がいきなり課金者みたいなデッキを作れるっていうのはお門違いやからね。で課金してる意味がなくなっちゃうって話になるから、無課金勢の人っていうのはまずここから始めるべきやと思うよ。だからそのとにかく無課金勢がこの動画を見たとするならば、このデッキから始めるっていうのがもうチュートリアルだ。このデッキをマスターせずに課金者のデッキが扱えると思うなっていうことですよね。でボルカニック以外は全部ユニバーサルスタジオジャパンということで、まあ UR のカードね、 R、まあ、レア R がまあレアリティ高いんやけども、まあそれ以下のカードは全部ユニバーサルスタジオジャパンということで、まあ比較的全部低コストのカードで作れると。でまあ名付けて赤白速攻っていう、まあできないけど新しく追加されたこの血管のね、憤怒っていうのが、まあスピードアタッカーを持ってると。でこのカードめちゃくちゃ強くて、3コス3500でスピードアタッカープラスブロッカー持ってるっていうのがやっぱ強いよね。やっぱりその1つのカードでやっぱ2つのね性能を持っている、まあ矛盾じゃないけども最強の矛と最強の盾を持っていると。まあこの憤怒がまあキーカードになってくるんじゃないかなと思うんやけども、まあやっぱりその今流行っているこのウェーブストライカーっていうね、自分のそのウェーブストライカーのカードが2枚以上あるならまあ活躍するというカードなんやけども、まあこのグランドメルスというカードはスピードアタッカーを得たり、このアースラが結構個人的には強いかなと思うんやけども、まあ3コス6000のダブルブレーカーのブロッカー、しかもブロッカーなのに相手のシールドを攻撃できるということで、まあこのアースラっていうカードは強いね。あとこのサピエント、あのサピエントもめちゃくちゃ強いと。これも6000のクリーチャーで攻撃されないを得ると。でウェーブストライカーが攻撃されないを得ることによって破壊されづらくなるよね。これがなかなか強いよね。でやっぱその新環境ね、このクルトっていうカードがまあ追加されたんやけども、まあ今までブレイズクローがね結構現役で第1弾から第3弾までまあ結構ね活躍してきたけども、ブレイズクローは1000のクリーチャーではあるんやけど、その毎ターン攻撃しなければいけないっていうまあデメリットがあるんよね。まあ1ターン目からどんどん殴っていけるんやけど、2ターン目にそのサリエスとか出された場合に自分の手札に火炎流星弾とかボルカニックアローがなければもう詰め手の手段がなくなっちゃうっていう感じがあったんやけど、クルトは殴ることもできるし殴らない選択もできる、しかもこれ1ターン目から出せるから先行で出せると2枚ぐらいシールドをもらいつつっていう働きができるよね。だから 1コスでシールド2枚ぐらいね除去できるっていうのは、まあ、やっぱ強いよね。もう1、2、3で動ける構築やしね。だから今結構そのシールドトリガーのヘブンズゲートとか流行ってるけども、まあ、こういうウェーブストライカーの力をね、使っていく。ただ、分回りヘブンズゲートに関してはちょっと対象外にはなるかな。例えばヘブンズゲートを2枚とかね、もう出てきて、もうブロッカー尽くしとかなるときついんやけど、なんだかその火炎流星なんだか低コストの1コストで、まあ、補っていくっていう感じやね。まあ結構この診断、この火炎流星弾がねやっぱ6000以下のそのボーダーラインを持ってるから結構見ると思うんやけどね、速攻には必須のカードかなって感じやけども、とにかく6000ラインが結構多いからね、そこをどう突破していくのかというのが、まあ、重要な選択肢になってくると。で軽くデッキを紹介すると、クルトが4枚採用、ブレイスクローが4枚、火炎流星弾が4枚、ラーメン小僧、ラーメンダンニーが、4枚採用。これは結構ライトリムリンガー、ウェーブストライカーの中では一番よく見るカードかな。グランドメルスが4枚、これスピードアタッカーいる、これなかなか強いよね。そしてボルカニックアローが4枚採用、これもね重要なカードあると。それからアースラが4枚採用、ピーカブが4枚で、サピエント、フランシスコ・ザビエル・ザモラ・ザブリザ・ベイザーが4枚採用ね。それからエンディー
が4枚採用。まあ、このカードはさっきも言った通りめちゃくちゃ強いと。ただ、種族がソルトルーパーとメルトウォーリアーということで、今後進化クリーチャーが出るかっていうのが結構気になるよね。あんまりちょっとこの辺の種族に関してあんまり詳しくないけども、まあ、珍しい種族を持ってるよね。で、無課金の中でね、これのデッキを使ってほしいと思いがあるんやけども、まずはデッキのその、回し方とかね、まあ動画を最後まで見てもらって、まあ、学んでいってもらえればいいかなと思います。でこの動画が参考になったとかね、面白いなと思った方はチャンネル登録とね高評価よろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくね。さあマッチングしていく、大勢よろしくお願いします。今日は失礼、ベアリティレアと、スワイルのカードがねないという、まあ、デッキの構築を使っていくんやけども、青白ビートっていうんかな、まあ超無課金向けの構築なんやけども、全部ね、UC 以下、まあ、ボルカニックアローっていうカード以外は全部 UC 以下ということで、まあ、青白速攻であると。で、今結構ね、速攻が強いと言われてるんで、まあ、こういう構築でね、コテンパンにしていきたいよね。いくぞ。まずは1枚目。で、このウェーブストライカーっていうものもね、結構うまく活かしてきたんやけども、さ、まずはラメールを召喚するか。で、次のターンにアースラを召喚して、で、このグランドメルスがスピードアタッカー得るんよね。このニコスでね、スピードアタッカー得るっていうのも、まあ、なかなか強いよね。さ、クルトを生贄に捧げて、アースラー召喚バーン。で、ここでまあ重要なポイントというものが、こいつメガネザウルスモンスターのび太の腕なぶきに2枚墓地送ってるやん、まあ、攻撃しないというのがね、まあ重要な判断であると。で、これはね、やっぱりウェーブストライカーっていうのはこう3枚ね並んでくるともう一気に強化されるんで、雑魚に用はない。で、地獄、お、来た、フンヌー引いていく。フンヌーもね、なかなか面白いカードだよね。だからここはしっかりと、ウェーブストライカーのね、性能を生かしてきて。で、このデッキも3コス以下しか入ってないから、こんな感じで、もうマナはね、もう3マナあれば十分であると。私は天の裁きを見るんだ。ダブルベーカーはエグいな。まーずは1枚目。これ、3コスダブルブレーカー、7000ブロッカーはエグいよね。まあ、結構このアースラっていうカードは強い。だから特にこのブロッカーで攻撃できるっていうの。もう許さねえからな、お前。こさかしいな。なかなかの才能だな。しかもウェーブストライカーの能力を相手これ取ってきたって感じか。なかなかこさかしいことしてくんな。手慣れたもんじゃないか。しかも2枚ともね、その、シールド取りが来るっていうのはかなりまあ運がいい方やからね。もう1枚でもウェーブストライカー、ウェーブストライカーが来ればダブルブレーカーを得ると。その時点で私の勝利は革新的なものへ懺悔する。これ結構ね、今の構築特にドラゴンとかだったらもう相手何もせずに負けるという運命。しかもデーモンハンド引いててこれやからね、全ての次元の中に消えるがいい。粉砕しろ、攻撃、攻撃ペーン。これは強いね。しかもラメールの効果によって、まあ、盤面強化されてるっていうのもなかなか、いいよね。さあ、これ相手処理できるか。まずこのカードを処理すればこれも処理できるって感じがしそうやけども、このプラス4000プラス1000で7000ブロッカーなかなかえぐいよね。まあ、ペトロオーパーとかこう、近いところっていうのはこう、低コストのカードを並べて、まあ、戦うことができる。ここに強みがあるよね。しかもこれ、フンヌンもね、シールドをまあ、相手クリーチャーを、まあ、ブレイクしたときに、発動する。このガンライフオンラインも結構、ね、無駄なあがきをするのはやめてくれって言っているだろう。まあ、これブロック、おー、なんでそっち処理したお前。なこいつ、こっちこっち処理したらよかったら、まあどちらにせよフンヌのスピードアタッカーで負けやけども、初心者すぎだろこいつ。運命とは常に収束された一本の道の中にあるということを俺が教えてあげるぜ。さあ先行来い。これも運命の最中の答えだ。で、結構まあこのフンヌっていうカードがね、今4枚採用されてるんやけども、まあ1戦目見てもらった通り、まあウェーブストライカーっていうのはこの横のね、盤面意識というものを意識していくと。で、この時、光文明と、非文明の、まあ、2色が入ってるんやけども、
まあ基本的には1ターン目にねフンヌがあるならば、まあフンヌをねまあ使っちゃっていいかなと思うんやけども、1コス例えばそのクルトとかね、いるんであれば、クルト出した。でこれ例えばこれ 2ターン目に、いない場合っていうのがまあ少なからず出てくると思うよね。でこうなった時にってことですよね。だからその2ターン目にそのクリーチャーがいないからといって諦める世界線ないと。でやっぱそのなんだろうな、そのプロランカーが考えたその構築というものはまあそのね1ターン目に出せないからといって負けるという2文字をね暫定的に持っていくことはできないと。わかるかな。いくぞ。まずはザビエントアークを特殊召喚するぜ。俺の投げずらだ。さあ相手の構築を見たんやけども、ボルバルザークだとかドラゴン構築やね、この火炎流星弾、それからボルカニックアロー、この辺のカードが重要なカードになってくるんと。無駄な抵抗するのはよしてくれって言っているだろう。ラメール召喚、ペーン、いいね。我が神を受けるんだ。でこれ攻撃しないっていうのがね、このウェーブストライカーの重要な世界線であると。しっかりウェーブストライカーのねやっぱ性能を生かすためにやばい、絶対にシールドブレイクせずに、ウェーブストライカーの能力は発動した方が強いから焦らないことが重要で、これ破壊されたりするんやけども絶対暫定的に焦らないで、いるということが重要であると。だからこうなってもね、破壊されても破壊されてもウェーブストライカーいっぱいいるわけやから、とりあえず横のねつながりというものを、意識した盤面を考えていくというのが勝利の2文字を、あ、じゃあ勝利の4文字か、勝利という4文字を展開するという2文字が成立するからね。わかるかい。さあ相手5マナで何してくるか、結構あれやな、第3弾寄りの構築やね。もっと第4弾の新しいカードを見せてくれよ。無課金風情が私に勝てると思うの。まあ今回ちょっと無課金寄りの、まあ、構築ではあるんやけども、まあ言って言ってのね、このやっぱ火炎流星弾とボルカニックアローというこの2つの2種類の呪文カード、まさかしいな、そんな野菜畑のそんなねえ稲刈りっていうか、あの芝刈りじゃないけども稲刈りしてる場合じゃないぞお前。だったら見せてあげるよ。買いたい買いたい、ブーン、買いたい買いたい。まあ買いたいおじさんはじゃあ行っちゃうか。買いたい、ブーン。まあスピードアタッカーっていう利点をまあ生かしたいってのもあるからね。で1枚だけブライクして、まあウェーブストライカーを生かしたいので、ここはしっかり我慢する。この我慢するというのが重要やからね。でこのフンヌーっていうから自分のシールドを相手のクリーチャーがブレイクしたとき、そのターンね、シールドでこのクリーチャーを破壊すると。だからそのシールドをね、ブレイクされたときに発動するので、ブレイクされないように死守する必要性があると。だからフンヌーはでもめちゃくちゃ強いよね。まあ新環境の中でもやっぱ1、2を争うぐらいの性能のまあ強さを持ってるよね。まあブロッカーとしてもまあ使えるしね。さあ次のターンにウェーブストライカーを呼んで私の次元を見せてあげるぜ。ただブロッカーを立てないとね、このカード破壊されちゃうから出すタイミングが難しいカードあるけど、お前悠長なことばっかりしてくんな、さっきからそんな悠長なことばっかしてる暇があったら私が一気に行くぞ。グランドメルスランドセル召喚、バーン。ウェーブストライカーの効果によってスピードアタッカーを得るんだ。まあこれ結構ね、これが強いね、ダブルブレイカーになるからね。奇跡の閃光により世界を照らす、もうこいつらだけでワンチャンリーサラウンド、これぶっ潰す、ペーン、無駄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 。ここはデーモンハンドこれ処理かな、これ処理した方がまああ、ウェーブストライカーをなくしていくか、もうなかなか面白いことしてくるね。まあこうなればでもここまで来ればふんぬ見えてるから、もうバンバン殴っていくか。ボルカリックプラス火炎流星であれば防ぐことはできないんでね。さばかれよ、さばかれよ。まあ例えばサウザンドスピアとかね、例えば呪文カード肋骨のなんかシールトリガーのやつ使ったとしても、まあふんぬの、おおーな無駄なあがきをす、まあ、これめっちゃドローすんな、これなんだこいつ。やる気がないならばフンヌーでおやらにしてあげるぜ。フンヌー召喚、フンヌ
まあこんな感じで、まあ無課金でもまあ勝てる構築なんで、まあ気になる方はね使ってもらえばいいかなと思います。